光明院は東京都杉並区上尾木二丁目にある新聞州、豊山派の寺院。創建は奈良時代以前と伝わっており、杉並区でも屈指の古刹と言われている。正式名称は自雲山小木寺光明院といい、駅名にもなり、当地付近の地名である小木窪の由来になった寺と言われている。言い伝えによると、奈良時代以前の和道元年に、 行基作の仏像を背負って輸行していた僧がこの地を通りかかった際に、急にその仏像が重くなり、運べなくなったので、おぎで僧動を作って、仏像を安置したのが当寺院の始まりであると言われている。あたりがおぎだらけだった、当寺院は、おぎ寺と呼ばれ、それが、おぎくぼの地名のルーツになったと言われている。また、当寺院付近にある四面堂や、 道前という地名も当寺院に由来するとされる。本尊の千樹観音は南北朝時代の作とされる、おぎくぼの観音様と呼ばれ、人々から厚く信仰されていた。境内からは本尊と同時代に作られたと見られる石踏みなどが出土しており、南北朝時代には当寺院の基礎はできていたと言われている。本堂は天保11年に火災に遭い、 火影3年に再建されたものであるが、付近に後部鉄道が通ることになったため1888年に北側に移設され、さらに1969年に現在地に移築された。ありがとうございます。